パリオリンピック、フランス、パリ、レッドクレイは日本時間5日、現地4日、テニス競技の男子シングルス決勝が行われ、第1シードの N ジョコビッチ、セルビアが第2シードの C アルカラス、スペインを7-6、7-3、7-6、7-2のストレートで破り、悲願の金メダルを獲得。 これにより史上5人目となる障害ゴールデンスラムの偉業を達成した。37歳で世界ランク2位のジョコビッチはこれまでのキャリアで、四大大会や ATP マスターズ戦といったビッグタイトルを総なめにしてきたが、オリンピックでの金メダルのみ唯一手にできていなかった。今大会では1回戦で MA ブデン、オーストラリア2回戦で元世界ランク1位のアールナダル、スペイン、 3回戦で同70位のディー・ケプファー、ドイツ、準々決勝で第8シードのエス・チチパス、ギリシャ、準決勝で第11シードのエルムセッティ、イタリア、を下し、オリンピック5大会目の出場にして初の決勝進出を決めた。そして決勝戦の第1セットジョコビッチは第2、第4ゲームで4度のブレイクチャンスが訪れるも生かせず。 その後はアルカラスに反撃を許し第9ゲームでは5度のブレークポイントを握られるも粘りのプレーでしのぎサービスキープ。ゲームカウント6対5で迎えた第12ゲームではジョコビッチがセットポイントとなるブレークチャンスを握るもものにできずタイブレークにもつれ込む。タイブレークでは互いにキープを続けるもジョコビッチが鋭いリターンエースを決め先にミニブレークに成功し4対3とリード。 その後は反撃を許さず2度目のミニブレイクを奪い1時間34分の激闘の末に先行する。続く第2セット、第3ゲームでジョコビッチはブレイクチャンスを一度握るも活かせず、その後は互いにサービスキープを続け再びタイブレイクに突入。集中力を上げたジョコビッチはこれをものにし、2時間半を超える激闘の末に金メダル獲得を決めた。試合終了後、 コートに倒れ込んだジョコビッチは涙を浮かべた。なお、ジョコビッチは同種目で史上最年長の金メダリストに。さらに全豪オープン、オーストラリア、メルボルン、ハード、グランドスラム、全仏オープン、フランス、パリ、レッドクレイ、グランドスラム、ウィンブルドン、イギリス、ロンドン、芝、グランドスラム、全米オープン、アメリカ、ニューヨーク、ハード、グランドスラム、 の4大大会とオリンピックを選手キャリアで制す生涯ゴールデンスラムを達成した。この記録を達成したのは女子では S グラフ、ドイツと S ウィリアムズ、アメリカ、男子では A アガシ、アメリカ、トナダルのみであったがジョコビッチが史上5人目となった。